年もやってまいりました、渋谷由香です。どうぞばあちゃんちの栗がたくさん取れますように。あと本業であります女優業の方ですが、仕事ください、仕事ください、仕事ください。神様だって忙しいんだからそれくらいにしとけよ。うちにいい薬あんだけど、つけてみっか。なんだ、流動あんのか。ね、だったらここにいたらいいがっぺ。だってこの人何するか想像したら怖いし、ゆっくり寝てらんないし。だったら酔い潰しちゃうべ。わけわかんないやつと一緒に住んでんのか。なあ、ありえねえべ。なんかあれば俺の方が心配すんな。感情は作るもんじゃない、心の奥から自然と出てくるもんじゃないのかな。そもそも女優なんて仕事をいつまで続ける気なの。親が年を取って最後の最後だけ心配するくらいなら元気なうちにした方がいいことってたくさんあるよね。出てけって。あの人ちゃんと言えない過去があるんだと思う。栗だって身の回りにたくさん伊賀があんべよ。その男がとんがればとんがるほどよっぽど大事にしてるっつうことなんじゃねえの。人生に踏ん詰まった時一番見てえ景色がある、そこが故郷じゃねえか。悲しい心は消せねえ。心は人落としかねえから苦しんだべな。どうして黙ってたの、どうして黙ってなきゃいけなかったの。ごめんね母さん、だって母さんだって悲しかったのに。ありがとう。私なんか喋った？ティーバー。